はい「ウェーブラボ」講座第7回目今回は各種メーターについて解説していきますウェーブラボには用途に合わせたさまざまなメーターが用意されていますマスタリング時にはそれらのメーターを活用して最適な音質や音圧に仕上げていきましょうまず左上のウィンドウから見ていきましょうこちらにはデフォルトでスペクトロメーターとスペクトロスコープが配置されていますどちらもサウンドのスペクトラムを分析するものですが 見た目に違いがあります。スペクトロスコープは、周波数帯域を60分割し、棒グラフのような形で表現します。各帯域の音量感をつかんだり、大まかなバランスを見るのに向いています。スペクトロメーターは、周波数帯域が細かく分割され、折れ線グラフ上に表現されます。一連のカーブとして、バランスを細かく見ていきたい場合に向いています。これらのメーターは、帯域のバランスに極端な偏りがないかチェックする際や、 リファレンス音源と比べてチェックしたい場合などに活用します。続いて右上のウィンドウを見ていきましょう。こちらにはデフォルトでレベルメーターとラウドネスメーターが配置されています。まずレベルメーターですが、こちらは主にサウンドのピークレベルと RMS レベルを見るものです。上から左のサンプルピーク、左の RMS、右の RMS、右のサンプルピークを表示しています。下の2つはパンメーターで、 上がチャンネル間のピークレベル差、下がチャンネル間の RMS の平均差を表しています。サンプルピークは瞬間的な音量を示し、サウンドが0デシベルを超えてクリップしていないかをチェックするために使用します。一方で、RMS は一定時間単位の平均ボリュームを示すため、実際の長間ボリュームに近い値を見ることができます。ジャンルにもよりますが、音圧を上げる際はマイナス10デシベルからマイナス8デシベル程度が目安と言われています。 ただし、この RMS には弱点があり、人間の聴覚特性が考慮されていません。この問題を克服したメーターがラウドネスメーターです。ラウドネスメーターに入る前に、人間の聴覚特性について確認しておきましょう。ウェーブラボに付属するテストジェネレーターを使用してサイン波を鳴らしてみます。この際、RMS は設定したマイナス20デシベルを表示しています。 では周波数を変えてみましょう現在 1kHz ですが 10kHz440Hz100Hz 再び 1kHz 上げても下げても常に RMS 値は一定ですが長感的には音量が変化して聞こえてくると思います。 この感覚は楽曲のボリュームがどのように聞こえるかということにも大きく関わってきます。こういった聴覚特性を考慮して値を示すのがラウドネスメーターです。もともとは放送業界のボリューム管理で使用されていた企画で、日本でも2012年に導入されています。やがてこのラウドネスメーターが音楽制作にも活用されるようになってきました。ラウドネスメーターでは相対値である LU と絶対値である LUFS という単位が使用されます。 ここでは LUFS を使用しますので右クリックメニューから設定を選択しスケールセクションから EBU プラス18フルスケールを選択します。そしてラウドネスメーターにはターゲットラウドネスというものが存在します。放送業界ではマイナス23からマイナス 24LUFS が基準とされていますがここでは YouTube の基準値と言われているマイナス 13LUFS としてみましょう。 では、再生してメーターを見てみましょう。いはい、三本のメーターが表示されましたね。これらは上から、インテグレーティッド、ショートターム、モーメンタリーと呼ばれるもので、それぞれ計測している時間の単位が異なります。インテグレーティッドは、 再生されたサウウンドド全体のラウドネスを計測します。楽曲全体の値を計測する場合は楽曲全体を再生する必要があります。ショートタームは3秒単位のラウドネスを1秒ごとに更新して表示します。現在のラウドネスを大まかにつかみたい場合に便利です。モーメンタリーは400ミリ秒単位のラウドネスを100ミリ秒ごとに更新して表示します。最もリアルタイムなラウドネス値なので RMS に近い見方をすることができます。 各メーターの右側に表示される四角い枠線はそれぞれのダイナミックレンジです。またメーターの上に表示されるこのラウドネスカーブは曲中のラウドネスの分布範囲を表しています。カーブにピークがある場合、その特定のラウドネスが曲中で頻繁に発生していることになります。ここではインテグレーティッドの値を使ってターゲットラウドネスとの差を見てみたいと思います。楽曲全体を再生します。 はい、このように結果が出ました。インテグレーティッドの値はマイナス15.5ということで、ターゲットであるマイナス13と 2.5LU の差があるということになります。これはそのまま2.5デシベルの差と見ていただいて結構です。そのため、この差を埋めるだけボリュームを上げて良いということになります。もちろんその際はピークがクリップしないよう、リミッターも併用してください。なお、曲全体のラウドデンスを求める方法がもう一つあります。オオーディオエディィエタの検出タブから、 全般情報の検出ををククリックし、ダイアログを表示します。こちらから、ラウドネスタブ、EBUR128 タブへと進みます。そして、波形表示の中央付近をダブルクリックして、ファイル全体を選択し、検出ボタンをクリックすると、曲全体のラウドネスが検出され、表示されます。また、ラウドネスの推移を時系列で確認したい場合は、ラウドネスディスプレイが便利です。 オーディオエディターの左下のメニューから、ラウドネスを選択します。するとこのように、各ラウドネスの値が時系列に沿ってカーブ状に表示されます。オレンジの線がモーメンタリー、緑の線がショートターム、青い線がインテグレイティッド、上のピンクの線がラウドネスレンジを表しています。今回の最後に、ラウドネスノーマライゼーションについて触れておきたいと思います。近年は YouTube や Spotify など、多くの音楽配信メディアがあり、 それらに投稿する目的で楽曲を制作しているという方も多いのではないでしょうかこの際に注意したいのが各メディアはリスナーが快適にリスニングできるよう音量一定に揃えるラウドネスノーマライゼーションというプロセスを適用している点です多くのメディアのラウドネス基準値は非公開となっていますが例えば YouTube は -13LUFS を基準としてそれより小さなボリュームの楽曲はそのまま再生され 大きなボリュームの楽曲は抑えられると言われています。また、スポ o ティファイは、マイナス 14LUFS を基準とし、それより小さなボリュームの楽曲は引き上げられ、大きなボリュームの楽曲は抑えられると言われています。メディア配信をお考えの方には、こういったラウドネスノーマライゼーションを意識してボリュームや音圧の調整を行うことをお勧めします。なぜなら、やたらと音圧を上げる行為は、ラウドネスノーマライゼーションの結果、無駄となり、 ただ楽曲のダイナミクスを殺すだけになってしまうからですこちらをご覧くださいこれはラウドネスノーマライゼーションをシミュレートしたものでこの2つの波形は同じラウドネスに揃えられています左が元からラウドネス基準値を意識したもの右が一旦音圧を限界まで上げたものを基準値まで下げたものです一目瞭然でどちらが自然なダイナミクスを持っているか分かりますねせっかく作った楽曲をより良い状態でリスナーに届けるため これからますますすラウドネスを意識してマスタリングを行う時代になっていくと考えられます。はい、全7回にわたってお送りしてきましたウェーブラボ講座、いかがだったでしょうかこれまでお伝えしてきたとおり、ウェーブラボはマスタリングに便利なさまざまな機能を備えています。c u b a s e をはじめとした一般的な DAW ソフトだけでは賄いきれない部分をしっかりと補ってくれるはずです。この講座がすでにウェーブラボをお使いの方、また、 これからの導入を検討中の方のお役に立てば幸いですご視聴ありがとうございました